学園挨拶に行きます。お疲れ様です。お疲れ様です。来てくれたんですか？はい、どうぞ。めっちゃいい香りしますね。すごいいい香りです。本当？花火の匂いじゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日本当ありがとうございました。楽しかったです。会ったことないので、なんかこんな風に生活してんだみたいなこと知れて美容もだって10万円かけてないんですね。払ってないんだけど、やっぱ志田さんぐらいまでに行くと払わなくていいっていう。もしよかったらその払わなくていいって。あ、ぜひさ、インスタされてたら。え、みゆさんは美容めっちゃかけてたんでしたっけ？そうです ね、こだわりが強くて、なのでお金払って、はい、自分投資したいガムがすごい。さすが。手っ取り早く肌をきれいにするのは何やったらいいですか？1個クリニック見つけて、はい、先生にも何したらいいか全部聞いて、やれることはやりたいですと、はいはい、でも調べたら銀座だけで100件以上美容ってあるらしいよ。ああ、そうなんです。どれ選んでいいか分かんないけど、あ、やっぱそういう肌きれいにしたかったら、うん、肌に特化したクリニックとか、はい、私は麻布十番のクリニックとか。じゃあそれも後で、はい、ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。